はい、ということで今回は日産新型セレナオーナーズレポとして車中泊レポートやっていきたいと思います。前回ホンダの新型ステップワゴンで車中泊やりました。でノアも実はやってるんですよね。じゃあ次にやるべきなのはセレナというところで今日は申し出しているわけです。まあ、それぞれやっぱり特徴もありますし、ステップワゴンのいいところもあればノアのいいところもあるし、さらにはセレナの魅力もあるだろうと、そういうところを思って今日はやろうかなと思っている次第でございます。いやー楽しみで、今回もブルーティージャパンさんとのコラボになります。ありがとうございます。で皆さんに朗報があるんです。ポータブル電源1名様にプレゼントしていただけることになりました。パチ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 、ありがとうございます。まあ、その辺の応募の概要なんかはまた後ほどお届けするとして、じゃあとりあえず向かっていきましょう。さあということで到着いたしました。もう前回と違ってまだ明るいうちですから車がしっかりと分かりますね。改めてですけども、今回購入しましたのはガソリンモデルのハイウエスター V でございます。まあ、だいたい納車されてから約3ヶ月が経ったというところです。まあ、これ以外にもステップワゴンとノアと持ってますけども、果たしてセレナの車中泊の性能はどうかというところを今日は見ていきたいと思います。でブルーティーさんの製品もご紹介したいんですけども、まあ、まずその前にこのセレナで車中泊をする場合のシートアレンジの方法、これを見ておきましょう。というのもステップワゴンって1列目と2列目をつないでのフルフラットモード、そして2列目3列目の同様のモードっていうのもあったんです。ただセレナの場合は1、2列目のフラフラットはできません。というのも1列目と2列目はつながるんですが、ただ2列目を倒す際に3列目をこれ起こしていたらもちろんここシートに干渉しますし、さらには跳ね上げてしまってもこの肩口と跳ね上げた部分が干渉するわけです。なのでシートをこう前倒しするっていうのは、まあ、現実的に無理なので、おそらくまあこのセレナで車中泊をするという方は2列目3列目を倒してつないでもらうと、まあ、もしくは2列目を完全に出しちゃって、で3列目を跳ね上げてその下の部分に例えば今後ろにありますけども、こういうベッドなどを敷いてもらうと、その2パターンかなと思います。でまずじゃあシートのアレンジをしていきますけども、ヘッドレストを外すっていうのは共通のポイントだとして、シートはとりあえずこれマックスまで前に出してください。でヘッドレストを外してもらいます。でリクライニングも前倒ししますと、はい、まずこれが1段階ですよね。さあということで3列目も倒していくんですけども、まずはヘッドレストを外していきます。でシートを倒す前にまずはスライドね、これミニバン御三家の中で唯一セレナは前後スライド機能があるんです。なのでこれでとりあえずマックスまで前に出してもらう。でここがピタッとこうつながりました。でストラップを引いてもらって全て倒すと、これで一応2列目3列目のフルフラットモードが完成します。でうまくねバックドアとの干渉も防いでいますので、こういう2、3列目のフルフラットモードが完成しているわけですよね。さあということで今回の車中泊で使用するものを一気にご紹介していきたいと思います。まずはエントリーナンバー1、こちらでございます。ニトリの寝具セット、もうこれはレヴォーグの時から使ってますけども、とりあえず車中泊をするんだったらこういう寝具セットは私は必要だと思ってます。まあ、最低限この敷きの方ですよね、どうしてもこれはねシートの上に寝ちゃうと腰が痛くなりますので、最低限この敷きマット、あとは枕と、これだけは持っていた方がいいです。さあ続きましてはエントリーナンバー2、プライバシーサンシェード、これも必要ですよね。やっぱり車中泊する際に気になるのは外の明るさとか視線とか、そういうものだと思うんです。でも実際にこのサンシェードをつけることによって日差しも避けれるし、さらには他の人の目を気にせずに車中泊ができるということになっています。まあ、あとは単純に冬場だったら寒さ対策、夏場だったら暑さ対策というところもありますし、これはぜひ用意したいです。でこれまだ一度もご紹介していませんけども、趣味職人さんのものまた別でこれはご紹介したいと思います。
さあラスト、こちらが大本命でございます。ということでエントリーナンバー3、じゃじゃーん、大容量ポータブル電源のブルーティーさんの AC200MAX 製品になります。これ見て、結構ごついよね。もうこの見た目からして大容量なのは分かってもらえると思いますけども、ポータブル電源はね、私ねハマっちゃいました。車中泊する際にやっぱこれがあると車のエンジンを回さずとも電源が取れるので、まあ、環境的にもいいし、あとは規制的にも大丈夫だし、しかも車にも優しいというところがあります。で、車中泊だけじゃなくて、例えばアウトドアのシーンですよね、まあ、いろんなキャンプ道具を持ってそこで電源をつなぐ、そういう場面でも活躍します。さらにはこれだけでかい容量を持ってると自宅の非常用電源としても使える。まあ、昨今災害多いですから、一つ持っておいて損はないと、そういう製品になってるわけですよね。さあということでですね、まずはじゃあこのブルーティーさんの AC200MAX 大容量ポータブル電源見ていきましょうか。まあ、そもそもここにも書かれていますけども、容量 2048Wh です。めちゃめちゃ容量持ってますし、最大出力は 2200W まで対応しています。実際にだから電子レンジ、ケトル、さらにはドライヤーっていう結構消費電力の高い家電製品が使えるんです。なのでアウトドアとか車中泊だけじゃなくて、非常用電源、災害時にも大活躍するポータブル電源と、そういうことが言えるわけですよね。ちなみにですね、これ単体で 2048Wh になってますよね。ただこれね、拡張バッテリーを接続可能です。で、実際につないでいくと最大で 8192Wh まで拡大できます。ありすぎでしょと思うんですが、ただ一つ非常用電源として持つのであれば、そっちも検討していいかなと思いました。で、実際本体見てみますけども、これねカメラだと分かんないかもしれませんけども、結構なサイズ感になってます。ごついんですよね。で、重量も約 28kg ということで、前回紹介した EB70S よりは断然重たいです。ぶっちゃけ重たい。もう気軽に持ち運ぼうと思うのであれば、やっぱ軽量なコンパクトなポータブル電源がおすすめです。でもこれもね、一応工夫がしあって、ちょっとこれ見えるかな、倒すとここにグリップがこれありますよね。なのでここをガチッと持ってもらえれば、まあそこそこ力がある方であれば問題なく持ち運びはできました。さあ表面見ていきましょうか。まずこちらが電源スイッチになっています。短く押してもらうと電源が入るし、2秒間長押しをすると電源が切れます。で、後ほど映りますけども、タッチパネルの液晶が入っていまして、その他にいろいろこう出力ポートがあるわけですよね。例えばですね、こっちからいきましょうか。この辺はシガーソケットであったり DC のポートですよね。直流電源、そしてその横にはこちら、これも 12V の DC になっていますけども、丸型のソケットがあります。で、その横はこれ USB のタイプ C になります。実際にこれパワーデリバリー 3.0 に対応していますので、 Apple 製品なんかの急速充電も行えると。で、その横は今度これ USB タイプ A になっていますけども、2口ありまして、これクイックチャージ 3.0 に対応しています。さらには通常の USB のポートもついていますので、タイプ A に関しては全部で4口あります。そしてこちら側が、まあ、いわゆる AC 電源ですよね。家庭用のコンセントが刺さる口、これがなんとですね4口もあるんです。嬉しいね、いっぱい電源取れます。で、もう一つでかい、これはね私何か分かりませんけども、これも一応 AC 電源という扱いになっていました。さらにですね、これ上側ちょっとこっちのカメラで見ていただきましょうか。ということで、じゃじゃーん、こんな感じ。なんと上面にはスマホがワイヤレスで充電できるポートが2口あるんです。そして本体の前面から左に回るとこの辺にまたポートがついていますけども、これ充電口になります。まあ、いろんな充電のやり方がある中で、一番オーソドックスなのはこちら、通常の家庭用電源から取る充電方法かなと思います。これでフル充電で 4.5 時間となっていました。ただこの AC200MAX に関しては
電源2箇所から一気に取って素早くチャージを行うという機能もついていまして、その場合だとなんと満充電まで2時間半で行えます。さらにはですね、確かこちらだったと思いますけども、ここにソーラー充電のケーブルをつないでもらって太陽光で充電することも可能です。でこの場合だとマックス 2.7 時間、さらに家庭用電源とソーラーパネルを組み合わせて充電すると最短2時間でこの 2048Wh が満充電されると、なかなかこの充電能力も高いなと思いました。それ以外にも特徴いろいろあって、例えば純制限波を使っています。それ何なのということなんですけども、分かりやすく言うと家庭用のコンセントで流れている電流の波形と同じなんです。でこれがまた違ったものになるとうまく動作しなかったりするわけですけども、このブルーティーさんの AC200MAX 純制限波を使っていますので、安心して家庭用の家電製品も使ってもらえると、そういうことになっています。さらには電気自動車に採用されているようなリン酸鉄のリチウムイオンバッテリー、これを使っているわけですよね。なので安全性も高いし、なんと充放電のサイクルは3500回以上可能と、まあそんなに充放電することはないかなと思う中で、でもそれだけやっても問題ないということが実証されていますので、安心して使えます。じゃあですね、まだもうちょっと夕ご飯を食べるまでには時間があるかなと思いますし、あとね、私ちょっと今夜の動画を今から編集しなければいけないので、ちょっと電源を取りながら作業をしたいなと思います。ということで、じゃあこのついでに操作してみましょうか。まず電源を入れます。そうするとここ緑でリングが光りまして、タッチパネルの部分もはいこんな感じ、今光りましたね。で画面が表示されましたけども、これ LCD の液晶になっています。タッチパネルになっていまして、今ホームにありますけども、設定であったりさらにはデータとか、まあいろんな情報をこう見れるわけです。ということで、じゃあパソコンの電源をつないでいきます。はい、ということで挿しました。でこの後 DC と AC とあるんですけども、 AC 電源を使うんだったらこっちで、例えば USB とかを使うんだったらこの DC の方をオンにしてもらうと、これで充電が開始されます。で今は AC コンセントなので、こちらを押してもらうと AC 出力と出まして、オンを押します。そうするとこうなんか機械が動いてる音が若干しまして、こんな感じで今充電がされていると、ここを見てもらったら分かりますけども、ちゃんと充電されてますよね。さらにこれ嬉しいのは、ちゃんとここに残量が出るんです。しかも 1% 刻みで表示されていますので、すごく分かりやすい。さらにはどれだけ出力してるんだっていうのもちゃんとここで表示されますし、なのでどれくらい使ってるかっていうのも瞬時に分かります。非常に操作性はいいし、このタッチパネル、私はユーザーインターフェースなかなかいいなと思いましたね。そしてここにエコーとありますけども、このエコモードをオンにしておくとします。というかこの画面がちゃんと消えてくれるのも省エネでいいですよね。で話戻すと、このエコモードをオンにしていると、 AC の電源をオンにした状態であっても流れている電流が 50Wh 以下、これが4時間以上続くと自動的に電源が切れるんです。なのでそういう省エネモードもちゃんと装備されていますので、非常にまあ機能性としても高いです。ちなみに今充電しているものはこんな感じ、ちょっとさっきより増えました。つなげるものはつないだんですけども、まずパソコン、そしてスマートフォン、さらにはモバイルルーターにマイクにカメラ、こういう機材も全てつないでますけども、ここで見てください。ちゃんと画面を戻すと、ほら出力も出てますし、今 DC もオンにしましたけども、しっかり両側に出力されてます。なのでいろんな機器をつないでも問題なく充電できると、それが今実証されました。さあ編集終わりました。ということで今アップロード中なんですけども、時刻は現在17時半、まあ、ちょっと早いけども夕ご飯を食べてしまおうかな。これもちょっと使ってみたいので。でセレナはね、やっぱこのリアの
ラゲッジ、ここがアンダーボックスになってる。これ意外と便利だね。じゃあ早速やっていきましょうか。ちなみに前回の私が紹介したあの EB70S は出力が対応しなかったので使えなかったんですよ。ただこれはね、2200ワットまで対応していますので、お湯も多分沸かせるはず。よし、さあ果たしていくのか。じゃあ行きますよ。感動の瞬間になるか。せーの、ポチッ。おー、ついた。つきました。でこっちはどうなってる。あ、増えてるね。やっぱ980ワットくらい今出力されています。電気ケトルちゃん動いてるね。じゃあここでお湯が沸かせると思いますので、やっぱり車中泊の飯と言ったらこれでしょう。カップヌードル、私はチリトマト大好きなのでこれ食べていきたいと思います。きた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 、グツグツ言ってます。ほらもう見て、湯気がすごい。うわ、もう来るよ、もう来るよ、あれが来ますよ。そろそろ来たー、沸きましたー。ってことで注いでいきましょう。これ大丈夫かな、こぼれないかな、怖いんだけど。いきます。こぼれないでね。あ、大丈夫だ大丈夫だ。テーブルとしても使っちゃいます。ちょっと多めに入れておこうか、あとであれをしたいので。じゃあすいません、いただきたいと思います。多分これ夜に出してるのである意味メッシュ色になってるかもしれませんけども、トマトチリヌードルいただきたいと思います。はい、ということでごちそうさまでした。という前に、ここに本当だったら、じゃじゃーん、これ見て、砂糖のご飯、これをレンジでチンして入れて食べようかなと思ってました。というのも、この AC200MAX は2200ワットまでいけるので電子レンジも使えるんです。おっしゃ、ラッキーと思って意気込んでいたら、電子レンジ忘れました。何をやってんねん、本当に何をやってんだよって感じなんですよね。もう最悪、これ温めて入れたかったのに。しかももっと言うんだったら、明日の朝用にこれもレンチンなんですけど、カルボナーラ買ったのに食べれないじゃん。何をやってんだよ本当に。めちゃめちゃボンミスですね。まあレンジなんか普段車に持ってくるっていう習慣がないので、もう丸々忘れてました。はい、ということで、あれからかなり時間が経ってしまいまして、もう真っ暗になりました。で、あの後ですね、まあちょっと車内でもう一件編集をこなしまして、でその後コンビニ行って夕食を買いに行って食べたという次第でございます。でもう今日はとりあえず寝て、でまた明日どうだったかっていうのもしっかり明るくなってからご紹介しようかなと思うわけですけども、一旦布団を敷いてみました。そうするとこんな感じになります。これニトリのシングルマットレスで、シングルサイズなんですけども、長さがだいたい2メーターあります。それでもちゃんとこう収まるんですよね。こっちはギリギリ辛い位置くらいで合わせてある状態で、こっち回り込んできてもこんな感じ、まだちょっと余裕あるかなというところですので、全然こうシングルの敷布団を置いてもらえるかなというところでございます。まあもっと言うんだったらセミダブルでも入りそうな感じはしますよね。あとセレナはこれアンバー色ですけども LED ですから、多少こうね電気がついていたとしてもバッテリー明かりの心配があんまりないっていうのは実はいいところだったりします。じゃあまた明日寝心地含めてレポートをお届けしたいと思います。ではまた明日お会いしましょう。おはようございます。うわー、いいね、朝の小顔は非常に清々しくて気持ちがいい。ということで朝になってしまいました。現在の時刻は7時でございます。快眠ですね。もう本当に7時間丸々寝たかなというところです。一ついいなと思ったのは、ここの頭上高が広いのかなと、そういう印象を受けました。なので普通にここで座っても全然頭つきませんし、結構ゆったりとした空間がある。長さに関しても、もう私の体格175センチ余裕です。で
マックスこれ190何センチかのシングルのマットレスがピタッと収まっていますので、最長でだいたい2メーターくらいの身長までの方だったらまっすぐ寝れます。でシングルのマットレスですけども幅も余っていますので、まあ、横に2人大人が並んでも窮屈感はないかなというところです。ただですね、やっぱりちょっと段差がステッパーゴンよりも大きい、まあ、ステッパーゴンの場合は私は1列目と2列目をつないでいますので、特に2列目が凹凸なくて非常にこうフラットにつながる、そういう特性を持っていただけで、そこに比べるとやはりちょっとこう段差はでかい。なのでそれを多少なりとも解消するんだったら、やっぱりちょっとここの段差解消グッズは入れる、もしくはこういう敷きパッドを固めの高反発なものにしちゃうとか、その辺を工夫することによってより快適に寝れそうな印象を受けました。そして肝心の AC200MAX ですけども、昨日実際にあれどうだろう、結構な時間編集してましたね。トータルで多分 6,7 時間はパソコンずっと電源取ってつないでいて、さらにはケトルも使ってという状況でしたけども、果たしてどれくらい消費したかと言いますと、マックス 100% だったのが今現状で見えますでしょうか、 83% に減りました。余裕ですね。あれくらいの消費だったらそれこそ5日使ってもなくならないという計算になります。まあ、だから本当に大容量というところを何回も言ってますけども、そこは魅力なんです。あと肝心なこれお値段ですけども、定価24万9800円です。結構いいお値段しますよね。まあ、それ以上の価値はあったかなと思います。ただ期間によってはこれ18万9800円約6万円引きで買えるんです。そのチャンス皆さんぜひ逃さないでください。さらに2年保証もついてますし、国内サポートもちゃんとありますので、その辺も安心していただければと思います。さあ皆さん、お待ちかねのプレゼントキャンペーンのお話ししてまいりましょう。今回1名様にプレゼントいたしますのはブルーティーの EB55 と呼ぶ小型のポータブル電源です。それもねめちゃめちゃいいんですよ。このでかいサイズではないんですけども、ただ537Wh の容量、そして 700W の定格出力を持っていますので、普通に車中泊とかアウトドアで十分使ってもらえる性能を誇っている。さらには小型ですから持ち運びがしやすいんですよね。重量も7キロくらいしかありませんので、それを1名様になんとプレゼントです。安いものじゃないですよ。実際に6万くらいしますから、これは皆さんぜひ振るって応募ください。でその応募方法なんですけども非常に簡単です。私グッドカーライフチャンネルゼミッタのツイッターをフォローして、プレゼントキャンペーンのツイートがありますので、それをリツイートしてください。で引用リツイートでも構いませんけども、ただ同じ方が何名も何名もリツイート引用リツイートしてると、その方は無効にさせていただきますので、そこはご注意ください。まあ、あとチャンネル登録もできればやってください。強制ではありませんけども、もしかしたらチャンネル登録してスクショをつけてくださってる方の方が当選確率上がるかもしれませんので、ぜひ皆さんツイッターのフォローと同時にチャンネル登録もできればよろしくお願いいたします。で当選者の方には追って私の方から DM をさせていただきます。でブルーティーさんから直接発送をしていただきますので、申し訳ございません、連絡がなかった方は当選外れたと思ってください。はい、ということで今回は日産新型セレナオーナーズレポとして車中泊の模様をお届けしてきました。で私は自分の買った車はこうやって毎月何かしらのテーマを持ってコンテンツ化しています。例えば高速のインプレッションも出していますし、 SUV とかスポーツカーだったらワインディング、そしてサーキットのインプレッション、その辺もお届けしています。なのでぜひその辺が興味あるという方はチャンネル登録をしてお待ちください。今年は何としてでも10万人目指していますのでご協力ください。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。それじゃあまた。